疲れ様でした。お疲れ。まさに競輪が格闘技なんだというのも。ああ、ちょっとやることが多くて。すごいですよ。前回と同じフレームですか？あ、フレームは一緒です。はい、ちょっと設定を変えたり、いろいろ真面目で、やってきましたね。いや、強いわ。やっぱりその縦の競輪が今ちょっと進行している中で、これだけその複合的な競輪のレースが見られるというのは、いやもうでもやっぱ深谷がどっから飛んでくるかっていうそこだけだったので、生かしたらもうないなって分かって、一回牽制して、先に行った形だったんですけど、清水さんもすごいかかってたんで、すごいきつかったですね。で、小倉さんと当たり清水さんとこうずっとこう、いやもう、そこで勝てたんで、よかったです。はい、あそこもその踏みながらしっかりバランスというかこの、いやそうですね、小倉さんも多分相当苦しさだと思うんですけど、無理やり来てる感じだったですね。室足もついてきたのに、いやそれがもう、やっぱり一人で勝ち上がるのはなんか、あれですからね、よかったです。すごく取れそうやん。頑張ります、どっちか取れるように。オールスター1回取ってるよね。はい、そうです、そうです。やっぱ大きな賞金は取ってない。取ってないです。確かに省エネ賞ないでしょ。全日本とか競輪祭とか宮杯だった。縁がないんです。確かに、まあ、明日は縁があるように頑張ります。すごく本当に確実にこう階段を上っての決勝戦という感じがある。ようやくなんかこの本当スピード競輪で、勝つ方法というか、ちょっとずつ掴めてきたかなっていうような段階です。いやそれでいてそのさなんか先を感じさせる走りだと思ったんで、もう、まあ、今日はそうですね、そのプラスアルファやっぱし横の動きも結構あったので、まあ、全て自分の力を見せれたかなと思います。まだ決勝頑張って頑張ります。